やっぱ力づくじゃ開かねえか。ここは管理室。シェルター内の空調や水道、電気系統を制御してる部屋だったな。本来であればここで外の世界と交信も行えたみたいです。でも回線が切断されてる。じゃあピザの宅配は頼めそうもないな。モニターがたくさんありますね。多分監視カメラの映像がここで見られるようになってるんだと思います。ん？シェルターの中に監視カメラなんてあったか。カルロスさん、今は2028年ですよ。小型のカメラなんていくらでも。ああ、俺が今仕事で使ってんのは女の乳首ぐらいの大きさしかねえし。まあ乳首の大きさなんて人によるけどな。二酸化炭素の消火装置か。さすが消防士さんですね。目の付けどころが違います。単なる職業病だよ。見知らぬところを訪れると真っ先に消火設備を確認しちまうんだ。なるほど。常日頃からそういうことを意識してるからこそ、これまでにたくさんの人たちの命を。そんな大それたもんでもない。そんなことないですよ。自分の命を顧みずに危険な現場に乗り込んでいく、月並みですがそれってとてもすごいことだと思います。言うほどすごいことかね。何が言いたいんですか。カルロスは自分に与えられた職務を全うしてきただけ。そうだろ。あ、確かにその通りだ。ごめんなさいカルロスさん。純平くん、今はこんな感じになっちゃってますけど、昔はもっとかっこよかったんですよ。悪いがもうヒーローみたいな真似はやめたんだ。どうして。大人になったからだよ。私には子供になったように見えますけど。年が明けてる。なんて最悪な年明けだ。マリアへの新年の挨拶、今まで一度も欠かしたことがなかったのに。マリア？妹のことだ。命があるだけマシだと思えよ。ゼロも言ってたじゃねえか。無事に2029年を迎えられるのは君たちの中でもごくわずかだろう。てさ、とにかくこの部屋を出る方法を探しましょう。了解だ。うっかりしてると2030年になっちまうかもしれないからな。